皆さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます武田あさみです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。東京タワー TV は毎週土曜日日曜日放送のユーストリーム番組です。毎回素敵なアーティストやゲストをお招きしてライブありトークショーありで東京タワーの魅力をお伝えしていきます。またこの番組はパソコンやスマートフォンでどこからでもご覧いただけます。放送時間は午後3時から4時までの1時間、5時から6時までの1時間、そして7時から8時までの1時間、合計3時間番組です。東京タワー大展望台1階のクラブ333から公開生放送でお送りしています。まずは東京タワーからのお知らせです。東京タワー恒例冬の大イベント大分地獄蒸し祭り in 東京タワーが本日と明日の2日間限定で開催中です。今回の目玉は長さ約13メートルの巨大寿司トレーラー寿司トラ。東京タワーの高さ333メートルにちなみ確実333名様に大分県産で日本トップクラスの生産量を誇る新鮮なカボスヒラメとカボスブリの握り寿司を無料で振る舞います。本日食べられなかった方は明日も行っておりますのでぜひ行ってみてください。またおすすめグルメはイベントタイトルにもなっている地獄蒸し釜を使用した地獄蒸し料理、日本一の湯の湧出量と源泉数を有する温泉県大分ならではの人気料理で、熱々に蒸された姫島産の車エビ、大分地だこ、高糖度さつまいも、かんたくなどの大分を代表する食材が東京タワーで味わえます。明日の夜8時まで開催中です。世界に1台の寿司トラックに皆さんぜひお越しください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それでは早速この後登場するクラップクラップをご紹介します。クラップクラップはそれぞれの個性を生かしたジェットコースターのように展開が移り変わる楽曲や10センチヒールで走り飛び回る激しいダンスが特徴の次世代ハイテンションアイドルです。昨年12月23日にファーストシングルエビバディハンズアップで CD デビューされ、先週11月18日にはサードシングルこんなんじゃジャパンをリリースされました。こちらの楽曲はテレビ東京音流の11月エンディングテーマにもなっています。今大注目のアイドルです。それではお待たせいたしました。クラップクラップのライブをお楽しみください。始まるステージ最高。
シクスティーンがリズムでダンシングダンシン、お見と弾けろワン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 、繊細なグルーヴメイキングメイキング、お見と手上げろアイ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 、エイトビートつなげろコンシンダンシン、リオで飛び出せウラアイウラアイ、中心で捉えろバックピンバックピン、リズムを開くまでワンで動いてワンで止まってこいつ毎回って日々が不毛に意味ない。ウッドバッチバキバキのビビビゴー
したんだったん。ケーキでスキル、エビでスキル、アッパラ、クじゃねえんだが、クじゃねえんだよ、クッと変化。グレーブじゃなく、フローに調子乗せて表紙、通り通り、ナイスタイルで。エビバディ、リラックスに、バンバン、ビーバー、ジャーバー、NGCC、ストップしないで、クラップ、ジョージョー、カットダイ、いくよ。150m
カルでのライブですが、まだ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 続きますよ。続きます、はい、あの私たち空気薄いんじゃないかと思って本当に心配してきたんですけどそうたくさん踊るのでね、そうさっきあの自己紹介じゃないや、紹介、ね、クラップの、うん、あの紹介があった通り、私たちあのすごくハイテンションな曲を歌って踊りまくります。あの本当にちょっとでも空気が薄いと本当にスーハースーハーしちゃうぐらい、ね、本当に支障が出るんですけど、ちょっとそれぐらい支障が出てもいいんじゃないですかね今日は。そうですよ、今日ぐらい、今日ぐらいいいよ、たくさんの人が来てくれてるから、うんうん、そうね、なんならあのみんなでこう振りコピしてね、踊ってもらって、ね、みんなでいい汗かいて、そうだね、ぶっ倒れるぐらい頑張りましょう。一汗かいてから下に降りよう、みんなで一緒に、ね、ということで皆さん生きて帰りましょう。イエーイ、なんかおかしいぞ生きて帰るのね、違う、はい、みんなまだまだ一緒に盛り上がってください。イエーイ、ありがとう。それでは早速次の曲聴いてください。Keep on。
ノンストップバラで踊ろう。ファンダスナック、イエイイエイ、光る回るミラーバー、ショッパーズインクリスチャンル、豚の切り抜めかしつつバディ SLD、 今かわいきまいコラボレーションのデルビーも好きのに何それ。ハードピートがダンスタイム、恋のライトをつけて、ケンブリッシュでサンプライアンなってみたいです。
届け、Go! 声出せ、Go! すぐ立ちたい、どんなステージでも発動、セオリーなんてない、問題ない、見とけ、 Go! It's OK、 想像を超える攻撃で頂点だ、見てくれると嬉しいです。ちょっと遅い時間だからね。そうなの。ぜひあのちっちゃい子たち録画、ママとパパに録画頼んでみてくださいそうだねあの実は昨日のオンエアでちょっとお話ししたことなんですけど、はい、あの私たちこんなにね激しいダンス、息継ぎが少ない歌を歌って、結構ね顔を作るのがね必死なんですけど、そうですね、そうなんか私たちどうにもこうにも写真写りが悪いみたいで、はい、そうなんかライブ中にみんなが撮った写真とかツイッターとかブログとかに出回ってたりするんですけど、そうそう、そんな写真がものすごくブサイクっていう、そう、 そうなんです、はっきり言ってブサイク、実物もあれなんだけどさ、実物もね、そう、 ちょっとそういうお話もね出てたりしてました、はい、ね、そうそういうねオンエアが昨日あってからの今日です。今日なんと写真自由ということで、いろんな方々が私たちの写真を撮ってくれてたと思うんですけど、ねね、もうここまで来たらどんどん皆さんSNS、はい、Twitter、インスタはちょっとあれかな Facebook、いろいろ載せてください。バリバリ探しに行きますね。いっぱい出てくれたら嬉しいです。そう、本当にクラップクラップって CLAP 英語で
英語で。ひらがなでも大丈夫。もう一生懸命探しに行きます。写真撮って。あ、カメラみんな向けてくれてる。ありがとうございます。今ならね、まだ顔引きかもしれない。今だったらね、まだ不細工じゃないから。汗がだらだらだらだけど、みんなぜひ、あの写真撮ってね。どんなに不細工でも載せていいですよ。大丈夫。載せて、たくさん。そう、不細工でも大丈夫。大丈夫。あのみんなの力で可愛く撮ってください。あのぜひね、可愛く映るアプリとか持ってる方いらっしゃったら、ね、あの可愛く映るアプリで全て撮っていただきたいなと思います。そうだね、あのということで私たち、テレビでも見れるということで、次週金曜日3時15分からテレビ東京お兄さん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではサードシングル困難でジャパンとカップリング曲エンターテインメント3曲続けて聴いてください。賛成と反対で2対1じゃん。賛成となるのがジャパンの親父。そうなのやだやだしたい日のなんてで繋がる結論がない。乾杯して寝た秋にじゃあなんて作ったんだジャパンの親父。そんなじゃまだまだしたい気の関係でさて今くらいテストでさていつになれば絶好調で逆に出せんだ。言葉でディスカッション。なんじゃなんじゃじゃパパパパ一体全体わからんわからん。しっかりと聞かなきゃわからんわからん。報告でなくそうだってぽたらずにテスト。そうなんじゃしっかりと聞きましょう。骨はどうでしょうの息吹じゃあ来年コラコラジャパンぞ。これ使っていつになれば一歩出して楽になれた。バキルブタンペニのできた以上の苦労がそんなさせてきた。どうなんじゃんジャパンは変わらず変わらん変わらん。自分で言うわかりゃ変わらん変わらん。会議面倒どうでもいいからとにかく行きましょう。なんじゃなんじゃんジャパパパパ日本全体わからんわからん。お前が言わなきゃわからんわからん。国民でもそうだしっかりと行きましょう。だだだだ大丈夫じゃないじゃないないじゃないかい。これきり終わりじゃ意味がないじゃないかい。ばかりと解雇ってんじゃ意義も言えじゃない。せこらせ結果らせ結果が捨てるちゃい。こんなじゃこんなじゃジャパンの世は明けんぞ。もうなんかジャパンに生まれたか悩んだから、ジャパンの未来を担わにゃならな。大切な言葉はしっかりと届け、そんなに響けよ。パパ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 パ。こんなんじゃジャパンは変わらし回らん回らん。こんなはこんなんでかまわんかまわん。大事なんだ言葉と言葉でディスカッション。なんじゃなんじゃジャパパパパパ一体全体わからんわからん。しっかりと聞かなきゃわからんわからん。報告でなくそうだ怠らずにレッツゴー。そうなんじゃしっかりと行きますと。楽観主義やばいでしょ。二
番線気づいてるマイペースだってそうでしょ。あの子はもうちょっと可愛くなれそうです。さてなて蚊になってしまいそうです。もう本当の自分で行こうぜ。隣の芝生見えないくらいのショーで行けクラックラックハイになって踊りましょうぜ。バキメも振らずにだってエンジョイしてハンズアップハイになってマネキンはショーでして、見てエンターテインメント。満点数なってる茶化粧みたたんでよ。ハイスペックになって三倍速でバンケロ。歩けば棒なんて山ほどありそうです。若が高が燃え上がれそうです。もうちょっと厳しく挑もうぜ。応援が好きなんかいらないくらいのショーでいけクラクラハイになる唯一のパフォーマー。誰が俺構わずだってエイクアリしてハンズアップ一歩出してほどきましょうでして、しましょう。ガッテンハザーガッツ先ボディリスギットキャッ飛ばしてもっともっとバズる QRL クリックしたら開業。優秀なステージの始まりです。そうイエーイ。確かに本物は手元にありそうです。想像がことして見失いそうです。もうちょっと地道に挑もうぜ。 No! 絶対行くぞ頂点へ。クランクランハイになって踊りましょうぜ。脇目も振らずにだってエンジョイして、ハンズアップハイになって招きましょうぜ。最高のイルミネーション、大切に咲く首と箱から溢れ
な嘘が一人になる。後ろめたさが表情を固くした。不問だろう正直にまた魅力なんて問わないです。ひたむきな強さがリアルに勝つ。ステージの上じゃ化粧もうまくいこう。もうそっくそただの憧れじゃこうじゃなんて届いて当然なんてなんて捨てて結構将来像がまたたくまたくただただこの手で形にしたいな。そして笑顔で見送りたいな。これが僕の最高のミュージー。思うがままに描き続くイマジネーション。もしも頑張ろう幸せ派手に稼げる。君に伝えや届けやハレルヤ。サンドミュージー。いつか輝くとびきりのカルテット。大切に育みたい。自分に遂げてになる。分かり合ってせになる。臆病だから壊さぬようにね。守るのも結構攻めるのも結構。世界がいない世界で機嫌に出すメアも。誰だって一つなら目策を作れるはずさ。これが僕のさ。もあるということなんですが、ここで少々告知の方を、何かライブなどの今後の予定がございましたらお願いしたいなと思うんですが。はい、私からいきます。はい、たくさんあるので、あの耳のこれよく上げて聞いてくださいね。はい、まずはですね、明日私たち、小田原で行われるフットサルの試合の、イベントタイムに出演させていただくことが決定しています。初めてのこういうイベント出演なので、ぜひたくさんの人に来ていただけたらなって思います。私たちと一緒に観戦できる試合のチケットも販売しているので、ぜひツイッターをチェックしてみてください。そして明日フットサルの後は、月曜日、はい、なんと私新垣梨花の生誕祭があります。お誕生日です。はい、多分生誕祭と聞いて
なんだそれって思う方いると思うんですけど、私新垣梨花のお誕生日当日ということで、ライブをさせていただくことが決まりました。このお誕生日もね、たくさんの人に来ていただきたいなって思っています。そしてまだまだ盛りだくさんです。その次の日ライブがあって、次の日の次の日かで、そう24日もライブがあって次25日、なんとラジオ日本さんの横浜ラジアンヌスタイルという、ラジオ番組に生出演することが決定しました。これはですね、お昼の時間に、ラジオ日本さんの本社、1階にあるカフェスペースで、生放送することが決まったので、ぜひぜひ応援に来てください。応援に行けないよって方は、リアルタイムでねラジオ聞いてくれたら嬉しいです。ね、そして、その後はですね、蔦屋オーイーストさんや上野公園でのライブだったり、たくさん大きなライブが決まっているので、今日きっかけに私たちを知ってくださった方はこれからチェックしていただけると嬉しいです。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日から5日間もうクラップクラップウィーク怒涛です。そうですね、今月は怒涛です。本当に昨日一昨日から始まったのかな。はい、始まりました。ずっともう今週はずっとずっとクラップウィークです。はい、はい、すごいこの10センチのヒールを履いて頑張って、はいはい、若いって素晴らしいなと思いました。なかなかね、なかなか私たちも辛いです。怪我とかいっぱいしてるんですけど、はい、頑張ってます。はい、もうこんなもうパワフルな元気のあるステージを今回披露してくださったクラップクラップさん、この後もたくさんのツイッターとかフェイスブック、ブログとかもやってます。はい、やります。ツイッター個人メンバーのがあって、はい、オフィシャルもあります。そしてアメーバブログ、そしてフェイスブックもあるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、あとでよかったらフライヤー配るので皆さんぜひもらってください。お願いします。お願いします。クラップクラップの皆さんでした。大きな口で お買いください。どうもありがとうございました。19時から IMGL 東京のライブをお届けします。ここまでのお相手は武田あさみでした。